動画のご視聴ありがとうございます。旅する着物男子バオシンです。この動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いします。さて2泊3日岐阜旅行第6話始めたいと思います。高山市には実は2つの有名な朝市があるそうで、1つが陣山朝市、そしてもう1つが宮川朝市ということで、今回は宮川朝市を訪ねてみたいなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。それでは今回の旅も始めていきましょう。今気がついたんですけど、各施設の割引金、桜ゲストハウスさん用意されてるみたいです。あとこれ、ここに時刻表あると便利ですよね。高山線の時刻表、ここにも掲示されてます。下に高山を立つので参考にしたいなと思います。というわけで、ここは古い町並みにかかっている八橋という橋です。ちょうどここに道案内あるんですけど、ちょうど今ここにいます。現代地八橋ですね。ここには高山といえばこれでしょうというフォトスポットもあったりして、それが2つもあるんですよ。それ見てから宮川朝市入っていきたいと思います。あー、これもう見てください、この宮川の素晴らしいこの眺望、眺めいいですよね。橋、緑の橋忘れちゃいましたけど、向こう側は確か筏橋、そして向こうにあるのが中橋という橋ですね。これです。これすごく面白いですよ。手長像なんだってこうなっちゃったのか。はい、手長像です。そして向こうにもあるんですよ、面白いものが。足長像で、あ、ちょっと見えますか。ぎゅーっていくと、あれが去年完成したっていう行人橋という橋です。すごく雰囲気がいいですよね。後で回ってみようかと思います。そうしましたら宮川朝市行っていきたいと思います。ちなみにこんな感じになってます。さっきあの橋の名前わかりませんって言ったのは柳橋という橋でした。ここにはちゃんと商売の神様、大黒天様がいらっしゃいますね。 W 握り寿司、いいですね。おはようございます。軍艦セットをいただけますか。飛騨牛握り寿司の十兵衛さんで軍艦セットいただきます。早速見つけちゃった。お腹減ってましたからね。というわけでもう食べる気満々ですけれども、これが十兵衛さんのところでいただいた軍艦盛り3貫です。もうね、早く食べちゃいましょう。はい、食べましょう。いただきます。柔らかい、めっちゃ柔らかいし、上に乗ってるわさびがよく効いてる。もう1貫いっちゃいます。本当にこのわさびがいいアクセントになってる。はい、これもペロッといっちゃいますよ。一気に完食しました。前回動画でも寿司を散々食って、今日も朝から飛騨牛の握りを食べて、これだけ好きなのっていう、好きだからしょうがない。というわけで十兵衛さんの飛騨牛の軍艦盛り3貫でした。高山を代表するマスコットキャラクターといえばサルボボです。でサルボボの人形って確か厄除けの意味があったとかで、なんか引っかじりのあれで間違ってたらあれですけど、例えばこれから出産控えてる人たちにとっては厄除けとしてすごく縁起がいいものとして有名だって聞いたので、ちょっと聞いてみたいなと思います。僕の知り合いにこれから出産控えてる人いるんで、この人に渡すお土産的なもので。すいません、サルボボって確か厄除け、前を見てもやってたんで、なんか僕の知り合いにこれが出産控えてる人がいて、ちょうどいいと思います。あ、よかった、間違ってなかった、間違ってなかった。じゃあ一ついただいていいですか。これが飛騨を代表する厄除けのお人形で、サルボボです。この手にするのは初めてです。これさっき店の方に聞いたんですけども、そんな出産を控えている方にはもうもってこいの魔除けの人形だよと、縁起がいいよということで、するなね、カチャカチャカチャってこの音がいい、とてもいいですね。これで喜んでもらえるといいんですけども、そしてやっぱり安産につながってくれたらいいなって思います。今気がついたんですけど、宮川鯉が普通に泳いでますよ。見てください、鯉が普通に泳いでます。音がすごいんだ。本当にここは着物で来るべき場所ですね。よし、行きましょう。
今日は朝が早いのでやってないみたいですけど、ここ百味館っていうところですね。おはようございます。ちょっと店のあれだけ映しても大丈夫です、遠目から。ありがとうございます。おはようございます。おいくらで？大島紬でございます。大島紬。はい、そうです。中の紬がこんな感じです。はい、あ、なるほど。はい、リバーシブルで両面使います。小さい小袋が500円で、これが100円です。あ、ちょっとじゃあいろいろ回ってからまた来ます。はい、はい、また来てください。はい、はい、マスクもいろいろありますね。着物の生地で、紬の生地で作ってあります。あ、そうなんですね。はい、はい、ありがとうございます。また来ます。やっぱり商売うまいわ。商売上手ですよ。宮川朝市来るとお野菜なんかも出てますの でここまでですね、桜ゲストハウスのスタッフの方に案内していただいたんですけれども、どちらかというと宮川朝市の方が活気があるというお話で、深夜前に比べると宮川朝市より賑やかだよということで来てしまいました。今回初めてなので、これが普通なのかそれともいつもより少なめなのかよくわからないんですけども、美味しそうなリンゴ、美味しそうなリンゴがありますよ。あれは和果樹園さんっていうことは長野からなのかな。ここにはね、宮川朝市出てます。宮川朝市は露店はここまでで終わり。秋葉さんですね。火の神様、かぐづち狼祀っている。あちらの方に宮川朝市ってここまでですかって聞いてみましょうか。あ、いいですか、話しかけて。ここに幕があるっていうことは、ここまでで朝市終わりっていう。じゃないですけど、はい、店が休んだりして。ああ、そうですか。はい、あ、わかりました。いや、初めて来たので。はい、というわけで朝市ってなってますけど、ここまでですよっていうわけではなさそうですね。もうちょっとあるんですけど、やっぱり感染症の影響で少し寂しい状態になってるんです。そう言ってる間に行人橋来ちゃいました。ちょっと渡ってみましょうか。これ去年2020年に完成したばっかりという行人橋です。早速行人橋渡ってみたいと思います。向こうから小さなお子さんを連れた親御さんいますよ。あんまり映さないようにね。下がね、なんだろう、なんか違う作りになってたって書いてありましたけどね。おー、立派な鳥居がある。やっぱりここからの宮川の眺め最高だな。おはようございます。というわけであっという間に渡り切っちゃいました。いや、なかなかふわっとした感じで、なんだその気温はって感じですけどね。いや、でも本当に今まである橋の中に新しい橋、雰囲気のある橋あると、なんか旅をしに来たなっていう感じになります。宮川朝市もうちょっと先まであるっていうことなんで、もう少し歩いてみようと思います。あ、いいんですか、いいんですか。YouTube 出ちゃいますよ。これが黒豆茶、高山。そうですか。これ、黒豆茶だそうです。ちょっといただいてみます。なんかずうずうしくてすいません。あ、なんだろう、不思議な味。豆の味がすごく広がる感じ。そっか、焙煎してるから。黒豆 100% カフェイン入ったら大丈夫。あ、朝目覚めが悪い時に。あ、いいかもしれない。いいかもしれないですよね。高山のホテルとか旅館さんとか、はい、お風呂とかフロントの横とか黒豆茶を置いてるところ。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。すみません、なんかありがとうございます。しっかり宣伝させていただきます。というわけで泉屋さんで黒豆茶試飲をさせていただきました。いや、いいですね。こんな感じでちょっと遠慮気味のにぎわいですけど、でもまあこんな感じで軒を連ねてるわけですね。今は出店数が少ないですけど、今世界中に広がっているこの感染症が落ち着いて、また元のにぎわいが戻ることを祈るばかりですね。ああ、ワンちゃん OK のカフェがある。営業中か。では最後にこのカフェぼくんちさんでモーニングいただいて、この動画を締めたいと思います。行ってきましょう。入りましょう。ごめんください。
無事にカフェ牧んじさんに入店させていただいて、モーニングセットの B 注文させていただきました。メニューはこんな感じになっております。セット B です。これはドレッシングについてます。早速いただきます。だいぶ時間がね、経ってきましたから、少し賑わいが出てきたかもしれませんね。今回の動画どうでしたか？よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。